い、こんにちは。日本海各東北沢です。CMC 様、僕編集様、水戸の広也様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたーく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。メール当院新年会、紀元節の会、締め切り間近、ハンドルネームでもご応募できます。ご応募よろしくお願いします。NHK 未契約割増金を払っちゃった方、請求されてる方を探しております。ご連絡ください。東京雪降ってますねー、雪ねーっていう感じですげー雪降ってる。救急車の音が普段より多く聞こえてきます。隊員の皆様、寒い中ご苦労様でございます。明日になったら怪我人、滑って、怪我した人何人とか、救急車出動何件とか、いつもの報道出るんでしょうか。雪が降るところでは常識ですが、この程度の雪で何大騒ぎしてんの東京都民は、思われるかもしれませんけれども、何点かの滑りやすいところを予習しましょう。タイルやマンホールなど、鉄板の上、雪が溶けて濡れた地下道、バス停などで雪が人に踏み固められているところ、ビルなどの影、あと歩道橋や橋の上、冷えて凍ってんですよ。下空気通るじゃない。で、下空気取るから空冷で凍ってて、ガジガジ、なってる場合がある。小幅であまり足を上げずにすり足気味で歩きましょう。大股でのしのし歩くと危険です。命に関わるほどこけます。のでご注意ください。ヤンマ太郎、北朝鮮と友好関係を築いていかないといけない。ブルーバッジつけている国会議員は何を考えているのか。ブルーリボンバッジのことですね。こんなこと言っちゃったみたいですよ。こんなこと、世論です。これは許されない。お前が何考えてんの。日本人はそうは思わない。被害者ご家族の前で言ってみろよ。黙れスパイ。拉致する国と友好関係などありえない。狂ってんなこいつ。ブルーリボンバッジ反対ってことはよ、拉致被害者救出反対ってことですよ。つまりこいつはですね、北朝鮮との友好のために被害者救出を諦めろ、泣き寝入りしろって言ってんだよ、ご家族に。ご家族の気持ち考えたら、これ許せませんね。令和信者も全員そう思ってんのかね。太郎ちゃん太郎ちゃんとか言ってるバカどもは、全員そう思ってんの。いくら頭悪いからっつっても、言っていいことと悪いことあるよね。令和信者バカばっかって話なんですけど、なんか話もまともにできないぐらい頭悪いのが多いらしいんですけど、いくら頭悪いからっつったって言っていいことと悪いことはあんだろ。山本太郎の家族の誰かがですね、誘拐されて、他の人にこんなこと言われたら腹立つだろうに、そんなこともわかんないのかね。太郎は日本フィリピンハーフって思ってたけど、北朝鮮フィリピンハーフかもしれんね。スパイ丸出しだもんね。こいつはどこの立場を代表して言ってんだ。日本の国会議員じゃなかったみたいですね。NHK 京都県京都市初出場の字幕を流してしまう。制作現場に日本人一人もいないのかという説が浮上しておりました。世論です。京都県ってなんだよ。京都県ってわざとなのかな。職員の知能劣化が甚だしい。今や民放と変わらないか、それ以下。全員福島みずほレベル。二府四県って言い方あるんだが、NHK はそれ知らなかったのか。こういうのは何重にも確認するはずなんで、全員よしだったんですかね。京都県よし。こりゃね、日本人いないんじゃないの、って思われてもしゃあなしですね。実際いないかもしれないしね。NHK の中の人はですね、東京県、大阪県、北海県、道じゃなくて、で、って認識なのかな。いくら祖国がですね、全部省だからってね。とにかくテレビ見てるとバカになることは実証されていますから、捨てましょう。自分の時間大幅に増えますよ、テレビ捨てると。見ていると頭がおかしくなると評判のサンモニ。自称ジャーナリストなんだけど、何の仕事やってるか全然わかんねえ。青木。これでオサムって読むんじゃなかったっけな。青木。
野党を育てていくのが我々の義務と発言。世論です。民主党の時は温かく見守りましょうとか言ってた。民主党政権の時ね、与党を、中立公平でないと宣言。何年育ててもあの手たらく公平な放送はしませんと宣言しているのだから、スポンサーもそのつもりなんだろう。特定野党がいつまでたってもゴミなのは育ててるパヨどもがゴミだからですよ。青木が言う我々の定義がよくわかんないですけど、テレビ業界のことなんだか、パヨ界隈全体のことなんだが、育てる野党はもちろんですね、立憲共産社民令和の特定ゴミ政党、を示しますね。ゴミ野党、維新民民なんかは入ってないんだな。不思議なことに、ゴミ野党議員はですね、何やってもテレビが全力で隠蔽するから育つどころか劣化甚だしいですよね。守ってくれんだもん、で叩かれないんだもん。同じことを自民党議員がやったら火がついたように騒ぐのに、いつまでたーってもバカなこと言ってますよね、野党議員ね。ゴミ野党議員、共産党に至ってはもはや何言ってるか全然わかんないレベルに、到達してますよね。日韓双方の排他的経済水域で漁獲割当量などを定める、漁業協定が期限切れになって久しい。2016年に決裂したんだって。日本遠洋巻網漁業協同組合、略称遠巻とですね、韓国大型巻網水産業協同組合、大巻っていうのかな、略して、まあ、共同でですね、漁業協定復活の権利書を日韓政府双方に提出したそうであります。日本の EEZ で操業できない韓国が大きな打撃受けてるんだってああ嬉しい。世論です。ダメに決まってんだろうが、汚染水ガーって言ってんのに日本にメリット全くない。 GPS 拒否すんだろう、お断りだわ。日本の海は放射能汚染されてるっていう設定はどこ行ったの。密漁対策しないままなんてありえない。乱獲しまくったから協定をなしにされたんですよ。密漁防止に GPS つけろって言ったのに断ったのそっちやんけ。韓国の EZ、哀れになるぐらい狭いです半島の周りちょびっとちょべっと、広大な日本の EZ で操業できなくて大きな打撃もそりゃそうだよなとしかね。逆にですね、韓国の狭い EZ で日本漁船が魚取れるようになってますね、メリット全然ないっす。未来永劫何の協定も結ばなくていいですね、韓国とは。どうせ守んねんだしね。乱獲する気満々でですね、密漁する気満々でですね、船に GPS つけるの拒否してんだから協定切られても仕方ないんじゃないですか。それにお前らね、竹島軍事潜入してる敵国だぞ、なんで敵国の心配してやらんとならんのか、いくら頭おかしいからって甘えんじゃねえって話ですね。日本のその遠洋巻網組合、何考えてんだろうね。なんか金とか女とかでたぶらかされてんのかね。その他のニュース、自衛隊と米軍が共同で台湾有事シミュレーションのすり合わせ、初めて敵は中国と明示。共同通信が慌てて報道してるが、これは中国さん騒いでください、抗議してくださいっていう意図かな。米国政府は中国のですね、台湾侵攻を2025年と予想しているみたいであります。来年そろそろ国内の中国人を減らし始めないとまずいんじゃ、間に合わないんじゃ。中国人はですね、外国にいてもですね、中国共産党に従わないといけないっていうですね、人民法231条があるから、中共が在日中国人にですね、暴れろって命令したら暴れないといけないんですよね。危険です。言うこと聞かないと、じゃあ中国にいる家族がどうなってもいいのかって脅すらしいよ。春節歓迎なんてやってる場合じゃねえよね。前橋市長選挙でパヨ候補勝利。今後4年間は前橋市大変ですね。大変ですね。TBS の井上、高弘アナウンサー、週刊誌に書かれた側は大打撃。週刊誌側は訴えられても数百万で済んでしまう、釣り合ってなーい、不公平っていうことですか。いやいや、有名人はですね、有名であることで世間から様々なご褒美、金とかモテるとか、をもらってんだから、しでかした時は叩かれてもしゃあないんじゃないの。
税金で給料をもらってる議員とか公務員が一般人以上に叩かれるのと同じでしょう。あとは社会的地位が高い医者とか弁護士はまあ一般人よりは叩かれますよね。普段社会的にご褒美もらってんだからしゃあないでしょ、それはね。暴力団員に ETC カードを使わせないのは憲法違反として裁判になっとるそうです。高速6社、暴力団やめたら使えるよ、あと現金使えば、争う姿勢、やめられない、変えられない肌の色や人種で区別されるのは差別だが、やめられる属性で扱い変えられるのは差別じゃなくて区別ですね。例えば共産党員を公安監視対象にしてんのは差別じゃないですね。共産党員は辞めようと思えば辞められるんだから、あとは除名になったりC 数を批判して除名になることもできるんだから。指定暴力団はクレカ作れない、部屋借りれない、スマホ契約できない、車買えないなどなどの制限がありますけど、これも全部暴力団やめたらいいだけの話でね。まあやめてもすぐには復活しませんけど、5年間の様子見期間ってありますけどね。つまり暴力団破門とか、まあ離脱しましたって警察に言って5年間はまあ様子見されるんですよ。すぐに権利が復活するわけではない。しかしよくこんなの裁判を起こしたよな。やっぱ頭悪いのかな。俺は暴力団員だがって名乗ったわけでしょ。頭悪いのかなってよく弁護士も受けたね。これ勝てないよって、言ってあげないよ、手数料欲しさじゃなくてさ。というわけで、紀元節の会ご応募締め切り間近であります。よろしくお願いします。割増金払っちゃった人探しています。あとメール党員になってください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。